はい、どうも、ミニ池先生です。さあ、今回は大衆を読み解く思想について見ていきましょう。ここは基本なので得点を落とさないように頑張っていってください。まずは時代背景から。第二次世界大戦前、飽きることなく自分の国の領土、勢力範囲を広げようとしたり、経済上植民地を獲得するなど国際市場を独占しようとする動きがあります。こういったのを帝国主義、植民地化と言うんですが、第二次世界大戦前は帝国主義と植民地化を正当化する動きが見られています。これに対して批判していく人物がエドワード・サイード。人物データ。パレスチナ人としてエルサレムに生まれて、アメリカに渡ってから文学研究者として活動しました。アメリカ国籍を持って、幼年時代にはパレスチナ、カイロ、レバノンを行き来した経験をします。アメリカのプリンストン大学やハーバード大学で文学を学び、コロンビア大学で教授を務めたという経歴。著書オリエンタリズム、文化と帝国主義などがあります。サイードは、西洋人は東洋人について自分たちよりも劣っているものという負のイメージを作ったことが功罪だと言うんです。西洋から見た無知や誤解に基づく一面的なアジアや中東への理解が問題だと指摘するんですね。このような考え方をオリエンタリズムと言います。東洋を非合理で後進的とみなすことによって、西洋自身のアイデンティティを形成した過程を指摘、それが植民地支配や帝国主義につながっていったと言うんです。西洋の人たちはアジアの人たちを、お前終わってんなみたいな上から目線することによって自分のアイデンティティを保っていたということです。この西洋による東洋への文化的支配であるオリエンタリズムによって、帝国主義、植民地化の正当へつながったと考えます。帝国主義は自分たちがただ一つのものであると信じ込ませたとサイードは指摘。こんな帝国主義や植民地化は潰してしまえ。欧米中心主義、植民地帝国主義を解体する思想のことをポストコロニアリズムと言いますからね。その上で文学研究者のサイードは、文学作品の影響は非常に大きいと。文学作品などを読解するときは、文化の雑種性を認識することが重要であるとしました。文学作品を読むときは、常に自分がどのような立場から読解しているのかを問い直しつつ読みなさいよというふうに言ってくれています。君たちも文学作品を読む際はこのような意識を少ししてくれたらなと思います。続く人物を見る前に、さらに時代背景。産業革命の後、機械文明が発達して大衆社会が到来しました。大量生産、大量消費、大量廃棄の時代に突入します。大衆社会が到来したことによって、人間が平均化、均一化された存在になっていると。大衆社会を読み解く思想家が現れてきます。その代表的な人物がマックス・ベーバー。人物データ。ドイツで政治家の父と敬虔なプロテスタントの母の間に生まれています。法学、歴史学、哲学、経済学を学んだオールマイティな人物。なぜ西洋社会において合理的な文化が発生したのかを考察しました。社会学者ですよ。著書プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神などが挙げられます。マックス・ウェーバーは現代の資本主義がなぜこのような形で形成されたのかを考察。それはプロテスタントの禁欲的な精神が現代資本主義を形成する精神につながったのではないかという結論です。じゃあプロテスタントの禁欲的な精神って何やねんって言ったら、カルヴァンのこのような考え方ですね。禁欲的に自分の職業に励み、現世を神の栄光の場とせよという考え方、職業証明感でした。詳しくはこちらの動画をご覧ください。カルヴァンの説いた世俗に身を置きながらも神様から与えられた職業に禁欲的に励むことがキリスト教の信者の証だという教えが、近代資本主義の形成の精神につながったと社会学的に考察したマックス・ウェーバーは、このキリスト教の教えが禁欲的に労働に励むこととか営利活動というのを肯定したというんです。プロテスタントの教えが資本主義社会の土台となったんだと指摘します。さらにマックス・ウェーバーは、西洋近代の合理化の一つである近代官僚制について考察した人物です。こちらは政治分野でも聞かれるので注意ですよ。官僚制の特徴は4つあると。1つ、縄張り主義。カタカナで言うとセクショナリズムっていうからね。規則により各部局の権限が明確に分けられています。明確に分けられている仕事の役割、縄張りを超えることはほぼないと指摘するんです。2つ目が官職階層制。ピラミッド型のヒエラルキーになっている組織とか役職間に職務による盾の関係が非常に強いと。上から言われるから下は動く、上から言われないと下は動けないというような盾の関係が非常に強いというのがヒエラルキーです。さらに誰でもができるわけではなくて、職務に専門性があります。専門性がある上に厳格なルールがあって、その習得には学問的な知識が必要だ。4つ目が文書主義です。決定、合意事項などは全て文書化して共通理解を得るというやつ。日本で言ったらこのハンコ行政ってやつですね。ちょっとは解消されてきましたが、まだまだハンコ文化残っております。
もともとは合理化、効率化を目指したのが官僚制だったんですが、マックス・ウェバーは官僚制を維持することだけが目的になっていて、セクショナリズム、ヒエラルキー、職務の専門性、文書主義という非効率な方法に向かっていっていないか、これを指摘したんです。いわゆる官僚制が機能していない逆機能という言葉を使っています。官僚制の逆機能というのは、逆に官僚制になることによって非効率になったよねという話です。さらに官僚は精神のない専門人だとの指摘もありましたからね。以上、マックス・ウェバーでした。そして大衆社会を考察した人物といえばこの人、デビッド・リースマン。人物セーター、アメリカのフィラデルフィアに生まれました。生化学、法学を学び弁護士となった人物。戦後は学会に入ってシカゴ大学やハーバード大学の教授を務めた経歴を持ちます。フロムから精神分析学を学び、大衆社会における人間の社会的性格を類型化した人物です。著書もしっかり押さえておいてください。孤独な群衆です。現代社会でも聞かれたりするので注意です。リースマンは大衆社会に生きる現代人の性格が移り変わっていったという考察をしていきます。まず、もともと大衆社会は中世以前は伝統思考型と言われて、先祖代々の伝統に同調していたというんです。これが資本主義初期から19世紀までの近代社会では、自己の内面的な価値や目標、すなわち自分の意識というのが高まっていって、内部思考型になっていくと、自分の目標を達成するためにという熱い思いですね。特に明治維新なんてこれに該当するかなと思うんですが、内部思考型という特徴があったのか、現代では他人思考型になっちゃったと。他者、特にマスメディアに同調する社会になっている。自分で考えず他人の考えに同調していくというのが大衆社会の現代の特徴だというのがリースマンの主張になります。伝統思考型から内部思考型、内部思考型から他人思考型へという流れですよ。そして最後がホセ・オルテガ。マイナー人物ですが見ておきましょう。スペインのマドリードで生まれました。父は作家でジャーナリスト、母も新聞関係者であったと言われています。大学卒業後ドイツに留学して哲学を学びました。帰国後は大学教授なども行いながら、著作の発表、雑誌の主催、講演なども行っています。著書、大衆の反逆などがあります。オルテガの主張はこれ、大衆社会を批判します。このままだとファシズムが到来するぞ、と1930年代に指摘しています。みんなもこんな感じになってませんか？自分がみんなと同じであることに苦痛を覚えず、逆に同じであることに喜びを感じる人間を大衆と呼んでいますからね。この大衆の特徴は、自分たちの豊かさを当たり前に思い、他人の意見に耳を貸さず、自分の意見を疑わず、他人の存在を考慮しないとオルテガは言っています。自分たちの確率的な意見を他者に押し付け、その自覚がないというのも大衆の特徴だそうです。こういった点からオルテガは大衆社会を批判しています。実際にこの指摘後、ドイツではファシズムが到来し、ナチスドイツが台頭していくことになるんです。以上が大衆社会について考察した人物たちです。しっかりと復習を強化しておいてください。今日はここまで。